はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴシティのポリバッグ3セットです。30566はパーツ数35個で説明書が1枚、30568はパーツ数40個で説明書が1枚、そして30570はパーツ数35個で説明書が1枚です。それでは一気に組み立てていきます。はい、完成です。まずは30566消防ヘリから見ていきます。ミニフィグアパイロットです。上半身足パーツにシルバーのラインが入っていて、こうやって光に当てるとキラッと反射します。綺麗ですよね。背中側にも同じくシルバーのライン、あと消防のマークがついてます。それからサングラスをかけててヘルメットをかぶってます。バイザーがかっこいいですよね。そして消防ヘリです。パーツ数が少ないので小型のヘリコプターになってますね。で、カラーリングは赤とこの薄い黄色ということで、この黄色い部分がやっぱり今時だなと思います。で、サイドにはスタートシューターがついてます。あの弾パーツ水色のクリアパーツになってますんで、水をイメージしてるんだと思います。で、このグレーのトリガーを押せばこんな感じで飛ばすことができるようになってます。ちなみにこのスタートシューターなんですけど、こっち側反対側につけることも可能です。それからコックピットですけど、風防パーツはこの上側を開けるタイプになってます。これなかなか面白いですよね。中には操縦桿パーツはありません。で、プリントのパネルパーツがついてますね。これついてるのは嬉しいですよね。ということで、ここにさっきのパイロットを乗せてみましょう。はい、こんな感じになります。後ろ側ほとんどスペースないんですけど、ちょうど頭のところで斜めになってますんで、問題なく座らせることができますね。で、この状態で風防を戻すとこんな感じになります。はい、前から見るとこうなります。特に問題はないですね。このコックピットはなかなか遊びやすい仕様じゃないかなと思いました。で、この青のクリアパーツがちらっと見えるのがかっこいいですね。それとメインローターですけど、ブレードが2枚のタイプになってて、こうやって回すことができます。もちろんテールローターも回せますんで、このまま離着陸して遊ぶことができますね。次に30568スケートボーダーを見ていきます。まずはミニフィグです。胴体パーツ正面にサーフィンやってるイラストがついてますね。ボード系のスポーツが好きな人なんでしょうかね。で、顔はこの一つだけになってます。そして車です。横幅4ポッチ分しかないので、かなりコンパクトな車にはなってるんですけど、ただ全体的にカクカクしてて、これはこれでかっこいいですよね。ボディのカラーリングは赤がベースで、バンパー、それからサイドに水色のラインが入ってます。この辺なかなか綺麗じゃないかなと思います。それとホイール黒になってますんで、全体をグッと引き締めてるような感じがしました。で、運転席ですけど、ハンドルが一つついてます。ルーフパーツはありません。まあ、サイドは結構余裕があるかなという感じですね。ということで、ここにさっきのこの人を座らせましょう。はい、こんな感じになります。前から見ると頭は風防パーツから完全に出てますけど、顔はしっかり隠れてますね。サイドから見るとこんな感じです。まあ、どこかなんか可愛らしいですね。そして後ろ側にはスケートボーダーがついてます。これですけど、こんな感じで簡単に取り外せるようになってます。下側につけてもいいですし、上側につけることもできるようになってますんで、これなかなかいいですよね。で、もちろんスケートボードに乗せて遊ぶこともできますんで、これは楽しめますよね。最後は30570動物レスキューホバークラフトです。ミニフィグは動物レスキュー隊の隊員ですね。背中側にレスキューのマークがついてます。それからこのセットには新パーツの猿がついてるんですね。これついてるのはなかなかいいなと思いました。稼働する部分は特にありません。そしてホバークラフトです。これかっこいいですね。レゴシティではあんまりホバークラフト出てこないですよね。で、おそらくこの水色のクリアパーツはライトをイメージしてるんだと思うんですけど、ここの形状がすごく珍しいなと思いました。あと全体的にカクカクしてますんで、まあ、ここも含めてすごくキリッとした表情になってるんじゃないかなと思います。で、そのライトとライトの間、ここに動物レスキューのマークが入ってます。これプリントパーツなんですね。これは嬉しいですよね。
はい、運転席こんな感じでサンドルがついてて動かすことができるようになってます。で、後ろにはボックスがありますね。青リンゴが中には入ってます。これ猿にあげるんでしょうね。で、このボックスなんですけど簡単に取り外せるようになってます。これいいですよね。ということで、ここにさっきの、隊員を座らせてハンドルを持たせましょう。こんな感じです。いかがでしょうか。乗せた方がやっぱりかっこいいですね。ちなみに乗せた状態でもボックスの取り外しは簡単にできますんで、これはなかなかいいんじゃないかなと思います。それと後ろにはホバークラフトということで大きなプロペラがついてます。これですけどこうやって回すことができますんで、回した状態でブイーッと進めるというような感じですよね。はい、いかがでしたでしょうか。この3セットどれもカラーリング赤がベースになってますんで、こうやって一緒に遊んでもいいんじゃないかなと思います。どれもパーツ数は少ないんですけど、個性的な車両や機体だったんじゃないかなと思いました。このセットのパーツ数は30566が35個、30568が40個、そして30570が35個です。以上、レゴシティのポリバッグ3セットを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。